おはようございます。おはようございます。リオプロスタッフの高木です。リオプロスタッフの橋本康弘です。今日はね、愛知県の田原エリアのサーフですね。まあ、ターゲットはね、何ってことはないんですけど、ちょっと釣れる魚を、まあ、橋本君と一緒に釣ってみたいと思います。はい、どう橋本君、今日は。そうですね、今日僕ここ実は初めてで、まあちょっと楽しみながらいろんなルアーを使ってですね、まあ何か釣れてくれるといいなと思うんですけど、まあ見た感じ結構ベイトの雰囲気もね、そうね、濃厚なんですよ。まあ結構アングラーも多いですし、そうだね、まあ、結構チャンスあるんじゃないかと思いますね。はい、早速やってみる。はい、頑張っていきましょう。じゃあ行きましょう。はい、お願いします。おい、すごいな。やったよ。食ってくるんだよね、これでね。あ、来たよ、来たよ。やったね、橋本君。やりました。橋本君今ミノを使ってて、まあ、僕ちょっとタイプ変えてバイブレーションで、まあ、こうね、周りでたくさんのアングラーでやるときはこういろんなルアーを使い分けることで、その日の、まあ、当たりのルアーをね、近づくことできると思ってて、ミノで釣れればね、ミノを変えてみればいいし、バイブレーションみたいなルアーがいいときはバイブレーション、ちょっとね、光量も少ない時間なので、サイズによるアピールはね、バイブレーションプラグはちょっと小さいんですけど、まあ、そこはまあ、ジザベイトというか、あの扁平なね、ヒイラギに意識したルアーセレクトでいきたいと思います。よっしゃ、シーバス、シーバス、完全シーバス。ゆっくりゆっくり。よっしゃ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 。よっしゃ。とりあえず。あ、よかった。やったやった。とりあえず。やった。一本。やったね、よかった、やったね。ちょっと待って、俺釣りなくなっちゃった、めちゃくちゃ。あ、いいな、ちょうど今日いいな。ルアーはサイドミニオンスリムの140。おおおお、やったね、橋本君。やりました。いや、ここ初めての場所なんですけど、嬉しいよね、初めての場所で釣れると。まあ、なおかつ朝一番で、またいいじゃん、この腹も。もうコンディションもいいですね、やっぱり、ね、いい魚だよ。さすが橋本君。うわ、もうやったね。はい、あります。よし、よかった、やったね。水面ね、ピシャピシャしてるの、あれ全部ベイトフィッシュですね。ちょうど目の前にたくさんいて、僕は今タイドミノーの SLD の145ですね。フローティングミノーに変えてみました。お、サワラ、サワラ飛んだな。でかい。まあ、どのぐらい、60ぐらい、私ぐらい。わ、すごいっすよ、すごいっすよ、前前前前。めちゃめちゃいるだろ。やばいっすよ、これ。ちょっと釣らないんだね、橋本くん。おい、すごいな。めっちゃボイルしてるっしょ。行いが悪いの、なんかかかったけど、これベイトなのか。これベイトだけど、なんかベイト何か見たいもんで、ちょっとゆっくり上げてみよう。やっぱりベイトの勝負。これ、マイワシだよ。イワシですよ。これマイワシだよ、ね。ああ、あ、これ一番美味しいやつだと思う。ちょっとマイワシが回ってるっていうのはチャンスあるぞ、これ。それも橋本君、我々の前にいるよね。いますね。今投げているのが、ドラッグメタルキャスト SSZ、アイアンボディで来ている、メタルジグですね。まあ、手前にかなりベイト寄ってたんですけど、全く反応なかったんで、
ちょっとね沖の方を打とうかなってことで、探ってます。でベイトがイワシってことなんで、ちょっと細身のタイプのルアーで、探ってます。まあ実際さっきシーバスがヒットしたのも、タイドミのスリム140、まあ、スリムタイプのものでしたね。急にベイトがいなくなりましたね。どっか行っちゃったね。はい、まあでもいいよ、橋本くんちゃんと地合いをものにした男だからね、うん、日頃の行い、まあ、僕はいいかもしれない僕は良かったな。いやいや、高木さん小高木ですから、もういや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 、ちょっと地合いをものにできなかった感があるからね今ちょっとやばいなっていう。はい、こちら、ドラッグメタルキャスト SSZ になりますね。SS はですね、スーパースリムということですね。まあ、見ての通り非常にこう細身になっております。アヤンでできていることによって、まあ、比重が軽いので、ゆっくり、ま、巻いても、しっかりとお城を振って泳いでくれます。でまたね、すごい細いことによってですね、空気抵抗が少なくて、非常によく、また竿のねキャスト陣も振り抜けも非常にいいので、とてもストレスなく釣りができる色になっております。まあ、最初からですね、もう針もしっかりとついた状態で、パッケージされてますので、パッケージから出してそのまま糸を結んでいただければすぐに使用できますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、高木さん場所移動してきましたね。はい、ここはどういったところなんですか。どうかな、5キロも離れてないんだけど、はい、随分こっちの方が浅いんですよ。おー、なるほど。なので狙いは、はい、まあ、フラットフィッシュ。おいいですね。釣れればね。ですね。まあ、デイなので、うん、まあ、日中は少し、まあ、フラット狙って、はい、またマズミはね、シーバス狙いでも状況に応じて考えましょう。そうですね、はい、はい、じゃあ今日は頑張っていきましょうか。はい、はい、お願いします。今ね、ビーチウォーカーウェッジをねキャストしてます。これヒラメ用のルアーっていうこともあってね、まあ、ボトムをね感じやすいルアーなんで、とりあえずキャストしたらね、一度ボトムまで沈めて、まあ、ラインテンションが緩んだタイミングでね、リトリーブを開始すると。で基本的にはね、まあ、ただ巻けばよく泳いでくれるルアーなので、ただ巻いて、まあ、ナチュラルなアクションで誘うんですけど、あとはもちろんリトリーブするとこう浮き上がってくるので途中止めてね、また沈めるっていうのをちょっと繰り返すといった形ですね。ボトムついたらこうゆっくり巻いて、5回ぐらい巻いたらまた着底まで沈めるね。で大体こうホールさせてるタイミングとか、そこからのまたボトムついて巻き始めとか、そういったタイミングでね、まあバイトが出ること多いんで、当たりが出ること多いんですよね。ですのでホールのタイミングで、まあ、ルアーを見てたヒラメが食うんじゃないかっていうイメージをしながら使ってますね。まあ、沖合ではねフィッシュ板がかなり溜まってて、まあ、それを怖がってね、ベイトが、まあ、岸沿いに集まってると。でマズメになってくるとそれを追っかけてフィッシュ板が岸沿いに寄ってくる、なんかそういう感じなのかもしれないし、イワシですよほらね、これがね、フィッシュ板を狂わす。今はなんか狂ってないね。橋本くん、もうこれやった。あ、おお、おお、やったよ。ヒラメ、ヒラメ釣れた。ヒラメですか？ヒラメ釣れた。おお、すごい。すごいよね。このサイズってすごいよね。食ってくるんだよね、これでね。ですね、完全に食ってきてますね。本当だよ。あ、これだけ獰猛とかあったね。ヒラメって獰猛だよね、本当に。ウィッチをね、本当にゆっくり巻いてるだけでしたね。まあ、小さいサイズですので、まあ、リリースして、また大きくなることをね、そして僕に釣られることを楽しみにしてましょう。まあ、高木さんもヒラメイトしたんだ。そうだね、ヒラメ釣れたから。ユーマズメ、なんか大きいの狙って。はい、シーバスヒラメ、青物なんでもいいですけど、ビーチウォーカーウェッジですね。まあボディのね、大きさによるアピール力と、あとはナチュラルなアクションが特徴ですね。で、なんといってもやっぱり魅力は飛距離ですね。そしてこのね、テールをね振るようなアクション、まあ
ベイトがね、大型のこの時期はこういった大型のね、シンキングペンシルが有効となりますので、ぜひぜひこれでね、まあヒラメ用ミノ、ヒラメ用なんですけどもビーチウォーカーでね、ただ青物だとかシーバスの実績も抜群です。ぜひぜひあのサーフで、ビーチウォーカーウェッジキャストしてね、記憶に残る魚釣ってみてください。はい、また朝のポイントに戻ってきましたね。餌いっぱいいるよ橋本君。これいますね。夕方なんか起きるかも。起きる、起こしましょう。起こしましょう。ちょっとやってみよう。どうしよう、起こそう、起こそう。じゃあ、じゃあ、じゃあ、はい。もうベイトは相変わらずいますね。ずーっと停滞してる感じですね。ただそんなにこうね、怖がってる様子もまだないんで、あんまりまだあれかな、フィッシュイーターはそこまで寄ってきてはないかな。なんか来たけど、なんか来たけど、この城だね。この城だ、これだよね、これがいるんだね。やっぱイワシだね。でっかいこの城だね。はい、やっぱこんだけ停滞してたことはやっぱりこの城ですね。めっちゃボリューム。今ウェッジを投げてね、ちょっと、まあ、沖からベイトの群れのあの沖側をねちょっと狙ってるんですけど、おお、田上さんの前がすごいよね。なんかエラゴンになってますよ、うん、なかなかこんな光景ね、出くわすことはないですよね。こっちのイラゴエリアは、まあこういうことも結構あってマイワシだとかね、回ってきたりすると珍しくないんですけど、遠州灘の東部で多分釣りしてる人はこんな光景に出くわすことはなかなかないですね。餌がいればね、釣れるってわけでもないっていうのがまさに今日の状況で、餌さえ見つければサーフの釣りなんか簡単だっていう人もいるんですけど、まあまあそうばかりではなさそうですね。橋本君、いよいよ夕方はチャンスがなかった、あった、え、チャンスあった夕方。いや、なんかないっすね。なんかないっすね。まあもうこれであるはずだったのに。まあサーフあるあるですよね。そうだね。まあでもベイトもたくさんいて楽しかったじゃん、うん、じゃあ今日はこれで終わりにしよう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。橋本君、田原エリアのサーフ初めて行ってたけどどうだった？はい、まずこのベイトの量、もう多種多様なですね、ベイトフィッシュがですね、こんだけの量いて、それはね、まず驚きましたね。まあ、なかなかこう、僕がいつもやってる静岡県に面している、まあ、遠州サーフでは、まあ、なかなかこんなに種類多く、そして量も多く、まあ、ベイトを見るっていうのは、まあ、あんまりこうないので、まあそういう意味ではですね、まあ、非常に驚いたっていう印象です。あとやっぱりこう、まあ、浅間爪、まあ、シーバスの回遊もそうだ、ね、多くて、まあ、非常に素晴らしいフィールドだなというふうに感じましたね。田上さんは今日、いや、橋本君が朝釣ったかっこいいシーバスで幕を切って、僕も小さい中で一匹釣れたし、はい、まあまあ楽しい一日ですよね。楽しいですね。まあ、これからどうかな、まあ、1月2月っていうところですか。そうですね、まあ、やっぱりこう、まあ、ベイト、うん、やっぱいれば、まだまだチャンスはあると思います。また大ニベとかも、ね、ああそうですね、はい、ここ最近は、まあ、夜に釣れてますので、まあ、それもまだ1月2月釣り続くと思うので、まあ、そういうのもぜひ、やっていただけると面白いと思います。はい、はい、じゃあ、まあ、これからも熱いサーフゲームを楽しむということで、そうですね、今日はこれで終わりにしましょう。はい、お疲れ様でした。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。